します。わー、今日はかなりスペシャルな回になっています。こちら、トマベチ秀人さん。よろしく。よろしくお願いします。認知科学者っていう方で、まあ、そうだね。だからカテゴリー広いから、認知科学は思いっきり広いカテゴリーだから分かりやすい。そうですよね。それ以外はちっちゃくなっちゃうからね、どれやったら。確かに確かに。人工知能とかってものすごいちっちゃいですよ。確かに。具体的に、今一番力を入れてるっていうか、どういうこと？まあね、ど真ん中、認知戦。認知戦、コグニティブワーフェアっていう、はい、まあ普通に NATO とか米軍でも言い始めたと思うけど、その元の英語のコグニティブワーフェアっていう言葉を言い始めた人は俺アメリカで、俺が最初なんで。あ、そうなんですか。そうなんで、それは日本語に認知戦って訳したから、認知戦って言葉はたまにもう新聞とか出るようになります。聞きますね、今では。というかおそらく防衛省とかでも使ってると思う。その日本語はもちろん俺が訳した造語だけど、元の英単語を俺が作ったことがある。認知戦っていうのは、今この世界情勢においての認知戦みたいな。そう。だから、ウクライナ対ロシアだったら、お互いすごい認知戦仕掛けやってる。仕掛け、ちょっとその辺聞いていいですか。実際今、西洋メディアでは、ね、ロシアが悪い、ウクライナ万歳みたいな感じになってますけど、これも全部仕掛けられて。まあだから、それは戦争に良い悪いってないんだ。みんな正義でやってる。だって日本対アメリカが過去戦争やった時は、どっちが悪いのって言われる。永遠に続くじゃん。だけど、今回明らかに戦争を仕掛けたのがロシアであることは間違いない。あ、まあそこは明確で。そこは明確だ、ロシアが悪いだけど。だけど、ロシアが戦争を仕掛ける前までに、例えば2014年だったりとかさ、なんでクリミアをロシアが取ってたとか、っていうなると、ウクライナとロシアというよりは、ロシア対アメリカの絵まで戻ってくるね。はい。だから、そこはどこまで遡るかだよね。ちょっと難しいですよ、ね。難しい。だけど、今回、ロシアに分が悪いのは間違いなく侵攻したのはロシアだ。はい。ただ、クリミアを捕らえたからクリミアを取り返したっていうこともあるわけだ。クリミアって、ロシアの黒海艦隊というさ、ロシア海軍にとっては重要な艦隊の拠点だから、はい、それが捕らえちゃったわけだ。間違いなく CIA のオペレーションだと思うけど、はい、どっちが良い悪いちょっと難しい。難しいんで、ただ俺らは西側だから立場はっきりしてるわけです。ぐらいのが正しい、ロシアが悪い。なんかそれで言うと、ウクライナの立場が次の台湾有事の日本じゃないかとかよく言われてるじゃないですか。それはね、似てる。本来の意味は台湾有事の台湾のウクライナじゃない。ああ、そう。本来の絵で言うとね、ただ似てるのは似てるんだよ。台湾有事の台湾とウクライナが似てるのは言語がほぼ同じ。ロシアとウクライナってそういう意味では言語同じじゃん、はい。台湾と中国もそういう意味では言語同じじゃん、はい。何が一番重要って、やっぱり認知戦なの。簡単に言うと文化的にカルチャーで抑えていく。ああ、なるほど、なるほど。だから習近平さんが本来の狙ってるのは2030年ぐらいまでの間に台湾人がやっぱり俺ら中国ねっていうのを。ああ、狙えるじゃないけど、その、そうそう、まあ、統一を向けてね。待ってるわけだ。待ってるんですね。待ってる。もちろんそれでガンガン仕掛けてるわけだ。まずほっといたらもしかしたら次の台湾総統は中国寄りになるかもしれない。しかも総統がなるってことは総統を選ぶ国民がもうそろそろ中国かなと。もういいじゃんって。ってなるように仕掛けてるわけだ。じゃあ別になんか日本が危機にさされるみたいなことは結構みんな言ってるじゃないですか。これはね、微妙で、北朝鮮が日本にミサイル撃ち込むことは絶対ないんだ。これはないんですか？ない。これはない。これはいろんな人たち、大人の都合。やっぱそうなんですか？アメリカ的大人の都合だとさ、今は中国とアメリカが対立したけど、はい、ロシアにくっついてますます対立したけど、はい、でもそれまでの20年間ってさ、中国を育てたのアメリカじゃん。ってことは、中国とアメリカにミサイル撃つなんてことは考えてなかった、はい。だけど、中国と日本は経済一体化しちゃったわけだ。そして NPT という論理でね、他に核をすでに持ってる超大国、はい、国は、核を理由にいじめませんみたいな。他の小さいとこは持ってるけど、それは戦術核で自分守るためで、その抑止力をするためにっていう論理で維持されてる戦勝国5カ国は NPT じゃん、はい。で、そういう枠組みの中で中国、ロシア、アメリカがミサイル撃っちゃうっていう事態終わっちゃったっていうのは冷戦終結。だから中国が撃つことはないんだよ。今はどうかしたんだけど、でもアメリカが撃つことはないかな。日本に撃つ可能性はどうかは言えないけど。だけど北朝鮮だけは撃つぞって言い続けたじゃん。言い続けてますね。北朝鮮こそ日本に撃つ理由はゼロ。やっぱそうなんですか。北朝鮮って、簡単に言うと儒教国なんだ、はい。で、儒教国って、建前メンツがすごい重要なの。おそらく、それを崩すと政権持たないんで。その体制を整える必要があるんだ。そう。だから北朝鮮にとっては、南朝鮮はアメリカ人に洗脳されたバカなやつだよ、ね。なるほど。あいつらは裏切り者なの。だから、ちゃんと元に戻れっていうのに言うことを聞かなかったら、核ぐらい使うぞって言って、本当に韓国に核撃ち込む可能性はゼロじゃない。調教的な感じで。だから韓国に撃つ可能性は十分あり得る。日本は絶対ない。だから日本はさ、完全他国じゃん。あ、そうです。完全に他国に打ち込むっていうのを彼らの儒教文化の中でおそらく成り立たない。もちろん打ち込まれたらあっという間に滅ぼされる。滅ぼされますよね。そうですよね。それももちろん分かってる。現実問題として北朝鮮が打つ可能性は限りなくゼロ。ただし長いこと北朝鮮はパフォーマンスでいろんな記念日とかあると打ってくるわけだ。だからだいたい予想された時に打つんだけど、最近はね、予想されてない時にちょっと打つようになり始めてそれはなんでなんですかね。本当に今は核を完成させようとしてる。あ、だから昔はいろんなルートがあって、これは言っちゃいけない話だから、なんとなく
あ、最近聞かなかったことしといてもらって、はい、でも YouTube でチラッと上手に言うぐらいならいいけど、はい、打つとき大体日本に教えてくれてたんだわ。何月何日どの方角にぐらいはね。大体ですか？だから儀式だったのよ。たまに嫌がらせされて、急に当日言われて、自衛隊とか慌てて迎撃ミサイルちょっと持ってくるんだよ。怪しいのは、政権によっては、今日撃ってとか言ってたんじゃねえかなぐらい、あそこまで情報を共有してくれたんだけど、最近は本当にいきなり撃ってたりするわけだ。真面目に核を完成しようとしてるから。日本はじゃあ安全だから、核を完成しようか何しようが、日本に撃つともっとありえない。彼らの論理が成り立たんの。それは台湾と中国の関係もそうなんだ。そうですよね。だから中国にとっても台湾は内政問題だから、北朝鮮にとっても南朝鮮は内政問題なんです。それちょっと聞いて安心しましたけど、だから日本に手を出すのはちょっと別だよね、とは言うものの、戦術的に台湾を取るときは尖閣を取るしかないんだよ、位置的に。で、宮古島ぐらいまでは取る可能性もある。中国から見ると太平洋に出てくるときには目の前に本当に炭鉱部じゃん。そうすると尖閣は自動的に台湾を取るときは取られるというリスクがあるから、だから決して中国は絶対尖閣に来ないわけではないよっていうね。ついでに沖縄行っちゃおうは論理としてないわけですね。ちょっとガラッと質問変えて、今やっぱ、まあ、世界的にコロナちょっと変わっちゃったじゃないですか、ガラッと。で、未だにワクチン打ちまくってるじゃないですか。この流れは、まあ、僕完全にいろいろなんか裏の情報を見ると、どうやら機能獲得実験とか行ってて、おそらく生物兵器みたいな感じで作ってたのが流出して、っていうシナリオじゃないですか、おそらく。主に何を目的に今回のこのコロナパンデミックが起きたのか。まずね、アメリカ&中国だよね。だから武漢、共同研究みたいな、ね。部分と日本とは切り分けた方がいい。日本はただのバカ。8億8000万回買っちゃったのを5億5000ぐらいしか売ってないか、あと 3億回ぐらい打たないと誰か首飛ぶぞ、責任取るぞって話じゃん。だからみんなあと3回打ちましょうって話だね。あれは普通にもう脅しなんですか、買わなきゃいけなかったのか。いやそれは良かれと思ってたかもしれないじゃん。だってまともな学者たちがワクチンは間違いなく効いて副反応なんかないってずっと言ってたじゃん。本当に思ってた可能性あるわけだ。だってデータないんだからさ。ワクチンだってあれ全部ソフトウェア上で作ってるのね。だからアメリカは生物学者って意外と裁判疎いから、いやこんなの普通に細胞攻撃されでしょみたいなところでドライラボやってんだよ。もともと今だいぶ良くなってきたけど、はい、だからそれをハッキングなんかされちゃったらさ、で最後さ真面目に作ったやつを撃ったら死んじゃうって作れるわけじゃん、はい、もしくはバイナリー兵器でとりあえず入れといて2発目やるとみたいなさ、はい、だからそういけないだったらバレるけど、バイナリーだったら分かんないみたいな。そんなの簡単にハッキングして作れちゃうぐらいドライラボってサイバーセキュリティ甘かった、はい、それがさいきなり大丈夫って紙の上で思っちゃったのかもしれないけど、だから大丈夫って言っちゃってる人たちがいたって本当大丈夫と思ってた可能性があるんで、だから日本の場合は無知から来てるなっていうのがまず一番で、これちっちゃい話だと思うんだよね。意外とコロナ自体はこれは意図的だったんです。あのね、まず戦略兵器と関係あることはまず間違いないね。あ、本当ですか。ここだけの話だぜ。俺はワクチンができて間もない頃、3つのワクチン製薬会社の1つの代理人をやってくれってとある世界的大物から頼まれたんだよ。マジっすか。3つのうちの1つ、あれ有名な、うん、どれか言えない。みんな知ってるような。だって去年の年末ぐらいも3つのうちの1つから CM キャラクターやってくれって頼まれたんだよね。そうなんですか。その時の彼らの言い方が、先生の YouTube 見ましたって、あ、MX 見ましたってさ、俺さ、MX のやつをさ、YouTube バンされてんじゃん。あれ、されてるんですか。それバンされてるんだ。やばいやつは。100万人ぐらい見た段階でバンされたんだ、もともとの MX の番組さ。あ、そうなんですか。でしょ。でも、もともとは、もっと大物の人たちから、3つのうちの1つの日本窓口をやってくれて頼まれたのね、はい。その理由は簡単なんだよ。ワクチンって戦略物資なの。要するに武器と同じ扱いなの。はいはい、ワクチンは最初にそういう商品だったんだよ。戦略商品だったのね。で、日本はそんな何も分かってないから、うん、厚生労働省が検品してから財務省が何ヶ月送り込ますみたいなことでやったんだよ。だから日本全然ワクチン買えなかったよ。あ、最初の方全く買えなかった。遅かったですよね、ま、あれはそうなの。戦略物資で分かってない。で、日本はこれは名前言っていいのかどうか分かんないけど、はい、当時の日本版 NSC だよね、国家安全保障局局長は北村さんだよね、はい、名前言っちゃったけどさ、北村さんは日本のインテリジェンスのトップであり戦争に対するエクスパートになるから、はい、北村さんの日本版 NSC が仕切って実は日本にワクチンする。で、それまでの空白の期間は俺に依頼があったの。そういうことですか、うん、今だから言える3つのうちの今も言っていいんですかダメなのかな。で、そこだけでお話終わんないぜ。で、俺は断ったんだよ。俺と同じグループの仲間の一人ね、断ったと思うんだけど、断ってないのかもしれないんだけど、はい、彼は中の自宅の前で車の扉を開けた時に原因不明で頭が爆発したの。え、それ元に出てるんですかね。だからその人が亡くなったっていうのは、あ、亡くなったってのは超大物だからさ、頭が爆発したけど、なんでなんですか。いや、爆発しないでしょ普通。ありえないですよね。まあ一つは長距離狙撃だよね。え、
どういうことですか。だから長距離からこうやってライフルとかで撃たれた可能性、ね、ノーって言ったら俺は出ないから、もしかしたら彼はイエスって言ったかもしれない。え、それなんでですか。利権でしょ。利権で恐ろしいっすねそんなところで戦ってるんですか、ドマリさんすごいよ、なんかちょっと陰謀論でつなげていいですか。あまり話したことないかもしれないですけど、人工地震の大丈夫ですか、これ、このトピック。人工地震は、やられたかどうかは別として、はい、人工地震世紀は間違いなくある。一番有名なのは、南極にあるやつだよね。あ、そうなんですか。南極にいながらにして、結構好きなところに起こせるらしい。それ実際に使われたかわかんないけど。わかる。東北は地震兵器でやられたって言われるけどさ、それ知りようなくない、まあ、まあ今となってはね。福島の発電所は、サイバーなのか何なのか別として、テロでやられたって言ってる説はある。そっちだったらまだわかる。まだわかる。だけど、おそらくやろうと思ったらできる。その回の技術はこの世にある。僕の元にも怪しい情報いっぱい入ってくるんですよ、うん、2025年が結構言われてて今おで再来ね。そうですね、うん、の夏頃に起きると結構みんな口を揃えて言ってるらしくて、地震が、まあ、災害級のものが来るって言ってて、うんうん、実際に起こすよとか言ってる人たちもいるらしいんですけど、それは微妙だな。あんまり先だとリアリティなしあ、それと大阪万博ってあるじゃないですか、うんうん、あれは別に深い意味はないですか、このタイミングで開催するっていうのは、うん、それはまあ経済の論理だからね、はい、今経済の論理は世界は中国主導に変わっちゃったんだよ。あ、なるほど。だって今さ、ダボスでダボス会議ってさ、中国でやってるね、夏のダボス会議だけど、その最後のコロナ直前の最後のダボス会議は3000人ぐらいダボス会議って組んでる人、はい、プラス中国人が3000人いたの、それでその時ロシアは確か 3,4 人がスパイ容疑で逮捕されてる、もうその時にすでにロシアはスパイ容疑で逮捕されるっていうさ、敵方に回り、中国はさ、ホスト側に回ってるんだよ6000人のうち3000人中国人だもん。だから今もう完全にロシアはいないじゃん、今だって中国本土内でやってね。だから経済の怪しいやつは中国が支持してると思った方がいい、はい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 、大体は。今でいうその世界経済フォーラムあるじゃないですか、まだ今中国社員。え、それ中国なんですか、要は。もう中国社員。でもグレートリセットって失敗したんよ。あ、そうなんですか。ものすごい単純に言うと、あのロシアとああいうタイミングで戦争するのはケース入ってないからね、グレートリセットって言ってるの。あれはプーチンさんがやった話だから無理やりやってるでしょあれが起きちゃうと中国とロシアを同時に潰さないとグレートリセットできないんだ。確かに確かに。グレートリセットは西側でやるけど、その時ロシアは完全に敵に回っちゃったってことは、はい、ロシアの経済潰れないとグレートリセットできないじゃん。だけどこれに関しては中国がロシアの後ろにいるって超めんどくさいじゃん。で結局中国が後ろ盾でおかげでさ、ロシアの経済はびくともしてないじゃん。ルーブルなんかさ、戦争始まるよりも高いんだから今さ、実はドルと円とユーロが同時に下がってるから。だからオリジナルのグレートリセットはロシアとウクライナの戦争が始まってから失敗しちゃったんよ、簡単に言うと、はいはい、だから今やってるのは新グレートリセットはど真ん中に中国がいるんだもん。逆に中国いるんすね。いるんだよ。そうそう、だからそのくらい今中国の覇権って世界的なんで、今回西側がこれを加速しちゃった。もちろん仕掛けてきたのはさ、ロシア、プーチンさん側だけど、そのいわゆるブリックスだよね、ブラジルだけじゃなく中東もそうだし、その他の中南米の資源国もそうだよね、みんなロシア中国側行っちゃったから、ね、だから国連の国数でいうと中国ロシア側のはるかに多いんだよ。結構今割れてきちゃった、ね、割れてきて人口でいうと圧倒的に海外の方が多いんだよ。西側の方が少ないんだよ実はね。そうそう、 GDP もそうだよ。いわゆる G7 対ブリックスでいうと、 G7 って7カ国で、ブリックスっていうと名前だけだと5カ国じゃん。ブリックス 32-3%、 G7 は30、今ギリギリ割るか割らないぐらいで、2030年にはブリックスが間違いなく 50% も超える。やばいんだよね。それはあまりメディアでは流れないですね。流れてないし、ちょっとアホな人らしいですか結構いろんな権力者がお互いやりたいことやってるわけじゃないですか、この世の中って。その意図を操ってる裏の人物みたいなのって言えるんですか。意図を操ってる裏の人物か別として、はい、中間管理職が陰謀論的に言われてる人たちなんだよ。中間管理職わかる。一番下っ端が岸田さんクラス岸田さんは係長ぐらいだと思ってなるほどなるほど、はい、会社で言うと、はい、係長の上にさ部長とかいるわけだな。場合によって課長までいるわけじゃん、はい、で部長って下っ端じゃん会社ではさ、はい、そうそ取締役がいてみたいな。なんといっても社長より上に株主がいるわけ株主で、ね、でしょ。そういう感覚で言うと部長から社長ぐらいがいわゆる陰謀論のトップの人たちなわけだ。簡単に言うとね。でさらにその後ろの後見人たちがいるんだよね。でもそういう人たちは全然普通のまともな人たち、要するに王族、ヨーロッパ王族だからさ。日本でいう天皇的な、日本だと天皇家だよね。ただ日本の天皇家は残念ながらありとあらゆる権力と金奪われちゃったから、ね、奪われて。ただ天皇家だって世界で一番金持っちゃったんだぜ戦前はさ。だけどヨーロッパは簡単に言うと大金持ちの運用担当がいるわけだ。例えばロスチャルドさんとかさ、いわゆるユダヤ系の人たちは運用担当だよね、はい、で今でもユダヤ人かどうかは別としてさ、はい、そういった金融の運用の人は年利 18% ぐらいの利回りを出せてる。それをさ300年500年
福利運用していってんのが王家だぜでしょ。自分たちの当時の全ての資産は彼らのものじゃん。でその時何らかの形で通貨発行権まで持ってるわけだ、国ごとに。で何らかの巨大資産持ってたやつを運用者に任せて300年500年ってやばくない？やばいですね。だからそれがヨーロッパの富なんだよ。国際金融資本形、そういうのの預かり先が BIS とかね、国際決済銀行だからね、もともとはね。そうだよ、ほらもう昭和天皇もちゃんとお金はビスに預けてから戦争入ってんだからさ、それはファクトだから。で未だにだから天皇家のお金は預かられてる金あるわけだ、だからそれを直接引き出せないけど、その一部をアメリカ景気悪い時に財務省証券をさ買わされたりしたのがそのまんま運んでたら捕まっちゃったっていうのがさ、イタリアスイスの国境だよ。それもすごい陰謀論じゃないけど、すごい陰謀論じゃないけど、ファクトだけやると陰謀論より怖いんだよ。怖いっすよ。その時捕まった2人の日本人は2人とも行方不明だからね。分かんないんだ、うん、1人は山登りでだったの、もう一人は分かんない、行方不明、うん、でも一説によると宮内庁が引き取ったって言ってるの。怖い人は宮内庁に引き取れると、あの落とし穴があるとこ連れてかって穴に落とされるんで、そういうところに行ってたら怖いこと言う。そんなことはねえだろうと思うけど、めっちゃ怖いんですよ宮内庁。それ比喩表現なんですか？比喩表現じゃなくて、ガチでそういう場所がどっかあるらしい。めっちゃ分かんない。どっかのさ、あの天皇家の御陵のどっかに落とし穴エリアがあったらしい。だって宮内庁、だからそれは本当かどうか知らんけど、俺にそうやって落としてた人いたけど、あの両方とも確か財務省の官僚かなんかじゃん。もう一人は日銀総裁の娘婿みたいな感じ、忘れちゃったけど、だから少なくともその、まあ、なんていうの、社会的には行方不明の人だと。だってこれ実際起きた事実じゃん。そうそう。だからそういうので言うと、まだ天皇家だってそれなりにお金と権力があると思うけど、やっぱ敗戦国だからね。そうですね。だからそれは勝った国たちでありさ、負けた国だって別に BIS に金預けて戦争があるわけだからさ、それがさ300年500年福利 3% 5% 18% で運用してきた。現金っていう形になってないかもしれないけど、含み資産はとてつもないじゃん。だその人たちの含み資産を担保に金を借りることができる人たちがいるわけだ。いるわけ、ね、だけどその人たちの子孫が上の人でしょ。はあ、だからそれはだから強いよ。強いですよね。うん、まあ、あのそういう家で一番古くからある家をやけって言うんだけど、そこの日本の代表俺だから、ね、やってますよね。ちょけはね、全然違う付き合いで頼まれたの。なんか教育ですよね今。イタリアは世界最古の騎士団の一つなんですね。はい、そうですよね。のうちの一つのっていうところは4世紀ぐらいの、もともと宗教軍事騎士団だけど、でイタリアはもちろん戦争ど真ん中だったけど、戦後は完全に慈善団体に変わってんの。そうなんですね。そうそうそう。ちょっと話変えていいですか、一気に。宇宙系の話していいですか。いいよ。いいですか。トマミスさんの宇宙を語るっていうのを読ませてもらえて、僕も昔から小さい頃からなんでこの全てが存在してるのかってやっぱ考えちゃうんですよ。なんかそれで言うとトマミスさんって空の定義とかを一応提唱したじゃないですか。世界で最初に空の定義ですよね。トマミスさん的にこの世のなんか一番真理に近い、僕たちはなんで生まれてこうなぜ存在してるのかっていう、俺はさ宇宙を語るに書いたのはなんで宇宙できましたが寂しいからって書いたんだけど、 あれめちゃくちゃ面白かったです。要は未来から未来現在過去と流れて、うん、だけど普通にさ50年100年経ったらさ、俺らもう完全にバーチャルでさ全煩悩は自由に満たせてない、なりたいもの何でもなれる、なれるハッピーになるかどうか薬の量の調整みたいなじゃん、で全神経が人工的に作られたさリアルな世界にいるわけじゃん、はい、で全部願望を重ねちゃうじゃん。どうする、少しは苦しくなりたくない、暇ってことですよね。そしたら不自由な体に自分の生命を入れたくならない、ある意味。だから未来の僕たちが、未来の僕たちは絶対体持ってない、持ってないんすよね。持ってないよ、だって情報だけで、じゃあ暇になって。でその時さ俺やっぱり本物のアイランド行くよってさ、自然でできた星地球でそこで苦しんで生きながらさ楽しい100年を生きるっていう、俺もそれやりたいとかみんな思ってるんですよね。もう未来人の遊びっすかこれ。でも100年終わったらだからしょうがないから未来人のさパソコンに戻っちゃうかもしんねえよ。そういうことなんですね。ゲーム終わりみたいな。ある意味だからビッグマンを僕たちが起こして作って、そのみんな共有の場を作ったの。可能性は十分あるでしょ。なんかでも向かうとこゴールあるんですか。向かうとこゴールはあるよ。あるんですか。うん、それはだから煩悩の最大化だよね。煩悩の最大化。だから煩悩はでかけばでかい方がいいんだよ。あ、そうなんですか。それはそうだよ。だってさ、俺だけお腹いっぱいより家族全お腹いっぱいが良くない？ああ、もちろん。家族お腹いっぱいだったら国民全部がお腹いっぱいの方が良くない？そういうことっす、ね。そういうことは煩悩でかい方がいいじゃん。とか人類全部お腹いっぱいがいいしさ。とかだでかい方がいいんだよ。なるほどね。でしょ。ただしほどほどにしないとやばいわけだ。それが行き過ぎると。行き過ぎると地球温暖化本当かどうか別として、ね、地球環境が悪くなるわけじゃん。ね、そう人によってはさ、いやいやいや俺まだ足りない。人によってはいやちょっと早すぎるじゃん。それは常にあるよね。あの釈迦のその空の定義。あったじゃないですか、うん、あれ究極的なこと言っちゃうと自我を見つめることですか。そうね、自我を見つめることっていうよりは見つめるものがないということが分かることだよね。あ、外にはっていうか、そうだって見つめるという行為そのものは自分を見つめてる、見つめることだから、それは自分自身だからさ。
これを映してるのが自分自身。そうだからあのソフトウェアとかやってると C というプログラム言語は Python でもいいけどさ、はい、C が分かりやすいと思う。 C は C で書かれてるんだ。自分自身を自分自身の言語で書いてるの、ね、自分は自分を書くためのプログラム言語だからさ。ああ、なるほどね。外を見ても自分を見ても一緒ってこと。外と自分、外の外が自分の言語、自分ってことです。結局自分が分かれば宇宙も分かる。そう、 そうだ、宇宙を見るとは自分を見る、自分を見るところで宇宙を見る。あとはもう一つは評価関数、並べ替え関数なんだよ。ブッダぐらいになるとドクターペパーとお母さんどっちが重要って言った時、うーんって悩むのがブッダだからね。もう悟った状態ですよね。どっちがより重要か分かんないんだよ。普通は必ずどれがどれよりも重要って必ず決められるんだよ。決められるけど、それが評価関数、それが自我でもあるわけよ。自我とは宇宙を並べられる関数でも。今のディープラーニングのこの AI は現状そこの並べ優先順位が分からない、うん、だからそれは統計上そういう風になってるから。だから人間の鏡ではある。人間が並べた優先順位をそのまんま待ってやってるだけで、それも多数決で学んでるわけじゃん。生成 AI の怖いのは多数決だから間違った方が多いんだよ実は。だってそうじゃん、ある歴史的な事実について歴史のプロの先生と素人が言うんだったら歴史のプロの先生が大体正しくない？あ、間違いない。素人の方が圧倒的に数多くない？そっか、みんな打ち込んでるのが素人のデータだから。そうだよ。だから世の中のデータをドワーッと何十テラバイト集めてきたらほとんど間違いない。それもアホな AI になっちゃうよ。そうでしょ。だから2019年の9月で終わってんだよ。あ、情報が。そう、その後は人間がどん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 より正しいものがないと教えてってるわけだから。だから2019年の一番世の中の間違ったことを言ってる人たちの集まりにすごく賢い人たちが一生懸命直した作業が今の GPT だから。そうなんですか。だからものすごい誠しやのこと言うけど思いっきり外れの方が絶対多いんだよ。それで言ったらでもこの先の未来おそらく AI がどんどん職業に乗っていっていくわけじゃないですか、うん、でも今みたいなことだったらちょっと偏った完璧な AI が全部支配していく。まあね、でもちょっと偏った完璧な AI は思いっきりどっかの誰かがこれは正しいって言ってるってことだから実はものすごい偏ってるってことなんで。それちょっと恐ろしいですよね。そうでしょ。民主主義だってそうじゃん。多数決か独裁者のどっち選ぶかで、多数決選ぶわけだ。多数決は大体バカじゃん。100人のうちで賢い人はさ1人しかいねえの。残り99人バカじゃん。定義上は上からトップは1人だもん。だから特に民主主義って大体さどう考えてるとこがバカじゃん。民主主義って結局バカになっちゃうんだ。でもルール上はそれを正義と言ってんだよ。より多い過半数取った方が正義。本当介護じゃん。それ世の中で本当に正しいこと言ってる人は大体常にマイノリティだから。マイノリティですよね。だから絶対選ばれないんだよ民主主義では。だって理解できないし自分にとっては遠い人だもん。 AI で言ってもそうなのよ。だからバカの意見最終体制でやるのが嫌だった場合は賢い人だけの意見でやるわけじゃん。結局そいつがね。ってことはものすごくさ国民には受け入れられないものが出てくる可能性がある。でも本当はそれが正しいかもしれないじゃん。ってことは思いっきり偏ってる。それで言うとでもとんでもなく格差社会が起こるやばいですよ、ね、やばいこのままだってニューワールドオーダーみたいなことが本当に進んでて、うん、本当の意味でお金持ってる人が勝ちの世界だ。なんかそこだからアメリカの論理は金は最もフェアだっていう論理だったんだよ。特に大統領選の場合寄付金で集めるわけだと。みんなあの人がいいっていう人に金を集めるとかが投票したってことなの。なるほどね。1ドル札という投票なの。お金はね一番金を集めた人が大統領になる。でこれはフェアっていうのがアメリカの論理なんで。ただそこは銀行家が投票に参加しないっていう大前提だよね。大前提ででしょ。だから今はそれが銀行家どころかデリバティブ家が投票に賛成できるのが今のアメリカヨーロッパだから。だからやばいの体制がね。それもしくは企業でいうと時価総額で投票できる。時価表現ってただの数字じゃん。計算上の数字じゃん。意味がだって例えばイーロン・マスクだったら7割ぐらい未だに彼は株持ってるんだよね。おそらくね。日本は最近認められたけどアメリカは最初のうちから投票権のない株式っていう認められてるから株は代表に買ってもらってるけど投票権っていうと彼は7割ぐらいの未だにパワー持ってるわけ。とんでもないですね、それ。やばくないですよ。意味わかんないですよね。アメリカってそれはそういうの普通なんで。客観的に見たら全然フェアじゃないけど。でしょ。だけど、だからそれがフェアだという論理になっちゃうわけだ。だからそういう人たちが世界を動かすことができるわけだ。なんかもう結局日本って戦後結局言うことを聞くだけの政府じゃないですか、今。だからその一者独占に日本は介入して勝てるやつ一人もいないって。勝てるわけないじゃないですか。無理それは。これって解放されるときあるんですか、この関係。いや、俺はね、それは日本という線で考えるからいけないなと思って、ね。あ、なるほど。国籍今1個しか持てないからね。頭の中では話になるけど、自分の身辺警護をしてくれる国と自分の夢を叶えてくれる国といっぱいね、それぞれ自分で選ぶっていうさ感覚に、それは別に国籍を二重国籍認めなくたって実証になってくる。なってくるっていう、ね、だから今仕事してるとこほとんど日本対象してないし、実は最近日本はあまりにもダメになったからワクチン以降ね、うん、だけどその間世界でよその国で仕事してたって俺は日本人だもん。それは変えてないし今後も変えるつもりね。だけど仕事場は海外だったりさ、うん、なんかちょっとトマビさんのベーシックインカムすげえなと思って、これ現実的に
今後採用されるんですか。あのね、俺はね、国民の 25% ぐらいがやると思ったらやれると思ってるんだよ。そりゃそうだよね。だってさ、政権政党自民党の実質の サポートは 25% ぐらいでしょ。それでさ、なんか総理大臣出せんだからさ、国民の 25% ならいけそうじゃん。そうでしょ、うん、手伝ってよ。それだってさ、ルクラだったことは3000万人ぐらい、3000万人ぐらいじゃ、3000万人ぐらいがイエスって言えばできちゃうんで、そういうことでしょ。で、友達さんのあのシステムあるじゃないですか、うん、あれ本当にうまくいく、だって実際ソフトウェア、僕理論はものすごい単純なんだよ、はい、まずクリプトですよだよね。でこれはだってもう日銀までやるって言ってんだからさ、まあ、それができねえと人がおかしいじゃん。ビットコインだって買ってんじゃん。あとは誰がするかだよね。で今は銀行が信用創造するっていう論理なんで、そうですね。でその銀行の信用創造をやめちまえだから、これは抵抗でかいよね。でかい。ただしベーシックインカム部分に限るだから、日本の経済の規模から言ったら大した話じゃないよね。だから信用創造は日銀が直接する。そうですね。銀行は敵に回らない。ジョアン・スケネリーはそれをやろうとして撃たれたって言われてるんだよ ね、 殺されたってね。だけどいやいや、だけど国民のワレットに生成するだけだからね、何の問題もない。で別に今の通常の銀行による民間銀行信用創造やめるわけじゃないんだよ。それは通常の円で、それ減らない円だから、だいたいそっちの方がいいでしょ。いいですよね。こっちは減っちゃう円なんだから、だからそれは日銀が想像するだけだ、何の問題もなくない。これなんでこんな画期的なアイデアがあるのにうまくこういったお話がいかないんですか、ね、いや、それたった2つの理由しかないと思う、はい、1つはまずその話を聞いてる人が少ない、まあ、そもそもの話で、もう1つは聞いても信用しね、もしくは理解しない、そんなことあるわけねえみたいな。じゃあある意味ちょっと権力がある人がこの話に興味を持ったら、うん、なるよ。進むってこと。進むと思うよ。これ友達さんを見てると、ここまで天才だと友達さんの考える平和な世界って何なんですか。平和な世界はもういつも言ってるように、ものすごい単純なの、はい、100人の人口がいて、はい、100人が残り99人のために生きてる世界と、100人が自分だけの世界に生きてる世界の差なんで、うん、100人が自分だけの世界に生きてる世界を資本主義っていうのね。それを自由競争って言っていいことだって言ってるわけだ、はい、まあ、俺は100人が自分以外の99人のために生きてる世界がいいと思ってるわけ。それだけでも平和いいでしょになるってことなんで、そうでしょ。そしたらめちゃくちゃ幸せな世界にならない。俺さ、あの偉そうに言うけどずっとそうだからな。海外に行ってさ、いろんな国の銀行頭取だったりさ、いろんな顧問やってる、政府の顧問やってるけど金もらったことないんだよ。そうなんですか。ただボランティアじゃないですか。ボランティアだから、そうじゃない、中立になれないんだよ。なるほどね。だって向こうの人になっちゃうじゃん、雇用されてないから。フラットな関係でね。そうそう、フラットな関係で。本当だったら昨日か今日か明日ぐらいはとある国の長銀行の頭取と会ってる予定だったんだけど、それでこっちが優先したんだぞ。マジですか。こんなの8月に伸ばしてもらったんだ。ちょっと忙しいんですって。いいんすか。あ、ポイントはね、比べられないですけど。長銀行頭取、本当そう、結構ちゃんとした国の長銀行頭取頼まれてて、アポイント見たら、あれなんか今日は YouTube って書いてあるぞ。ごめん、いけない。めっちゃいいじゃないですか。そうだ、ごめん、 YouTube です。僕たちこうやって一般の方々が結構たくさん見ることになるんですけど、うん、何を一番僕たちはすればいいんですかね。やりたいことはやりたいだけ何でもやっていいってこと、ね、やるっていうこと、うん、多くの人はやりたいことをやりたいだけやれって言うと、先生そんな理想の言うけど世の中やりたくないことをやらないとこの世は回らないんですとか言ってるやつがいて、それバカ、そんなことないって。やりたいことだけやり続けて絶対回るんだって、ね、回るって、ね、その方が生産性高いに決まってんじゃん。高いですよね。でしょ。それでもうみんな平和になる。まず一つ。それもう一つはコーチングで言うんだけど、過去は一切関係ないっていう思考。過去、みんなね、過去を引きずって自分の限界を作るんだよ。学校の先生はさ、大学受験する時だったらさ、君の偏差値ではここねと、偏差値ってさ全部過去の話じゃん。確かに何の関係もなくね。大人こそ過去を言ってくんだよ。過去は一切ゼロ。これはだから時間は未来から過去に流れるって言ってますよね。今この話を1時間後に思い出したらもう過去になってんだよ。なってますね。で現在時間が経って過去なんだよ。過去は二度とやってこないでさ、遠のいていくわけだからさ。なのに固執してる。それ思い出して今に持ってきてバカでしょ。バカです、ね、だから一切過去は関係ない。あとは何をしたいかじゃん。ありったけ多くの人たちが喜んでくれることを探す。どれだけみんなに尽くせるか、うん、そうそう、尽くせるかっていうことまでもいいんで、喜んでもらえるぐらいでいいわけ。喜んでもらえる。だから何もしないで YouTube 出てるだけ喜んでもらったらそれでいいわけだ。できるだけ多くの人たちに喜んで、俺はそれを機能を提供するって言ってるんだけど、でそう、喜んでもらえるでいいよ。喜んでもらえることできるだけ多くの人、それは何かを考え続ける。考え続ける。そう、素晴らしい。先へ。お金が必要だったら大体はそういうのは機能を提供してからお金入ってくるんだよ。入ってくるんですよ。ただ職業とファイナンスは切り分ける。これ重要。これ日本は職業とは金稼ぐことと思ってる人が多いんだよ。あ、確かに。そんなことね、職業とは社会に機能を提供することね。稼ぐことじゃなくて、そう、機能を提供してれば職業なの。ファイナンスはしないといけないんだよ。ファイナンスは水と空気と電気とインターネットみたいなもん。今ないと動けねえじゃん。それに金も入ってくるだけだから、金だけはその辺に転がってないわけだ。俺はだからベーシックインカム
まで国がやるべきだと思ってる、ね、そうそう、だから電気水道みたいなもんだよね、ユーティリティだよね。で大体ネットってそういう風になってきたじゃん、なってきました。ネットがないのはおかしいぐらいでしょ、うん、だから次は金がないのはおかしいぐらいにならないといけないんだよ。だから次お金になって、うん、でみんながやりたいことやれるようになる。そういうこと、そういうこと。これでも現実的にってどれぐらいですか、うん、現実的に。いや、だから国民の 25% がやる気になったら俺間違いなくできる。いつでも俺投票権者の 25% だったら意外とさできるんじゃないの、言い続けてくれるよ。そうでしょ、できる可能性ですよ。その気になればできるんだって。これだって日本は民主進国だからさ。そうですよね。そんなのもう今テクノロジーでできるし。できますよね、うん、だから国民の 25% がそう思えばなるじゃん。それってさ世界の人が羨ましがるじゃん。そうですよね。そうだよ、日本人であることのバリューはすごいよ。やばい、もう2時間経っちゃったんですけど、はい、なんか最後お土産話みたいな感じで、なんかお土産話 やばい話聞きたいですここだけでも全然いいです。ここだけだったらウクライナ戦争でいろんな新しい技術が開発されてんだわ。あ、今現在ですか。今現在ね、今戦争はドローン戦争になってんだよ。ドローン、ドローン、ドローン、空飛ぶドローン、ね、あの空爆だってドローンだったりさ、ね、自爆ドローンみたいなあるじゃん。だからドローン対ドローンの戦いになって、今はウクライナ級のところで落とされない、まあ、電波妨害されない、要するに強烈な電磁波の中でドローンが落ちない、操縦できるドローンって全世界でたった一社しかない。どこか言えないけど言えないけど、どこか言えないけど、一社しかないですか。たった一社しかない。俺の知り合いの会社なの。やばいよね。で俺そこの技術をいろいろ調べて、仲間だからね、だからもっといい技術を俺考えついたんだ。考えちゃったんですか。考えた。それをあるところに教えた。教えたんですか教えたんですか。あるところに教えたから、次の世代のドローンは俺が考えついた技が使われるんですか、うん、世界で使われるかもよ。なんか友達さんって毎回密かに教えてそれ実現されてますよね。で10年後ぐらいにあれ俺教えたって言ってましたね。そう、俺教えた。あるとこにもとんでもねえな、うん、いやだいぶ後悔しちゃった、はい、いやすいません、ありがとうございました、はいはい、ちょうどいいね、時間もね、はい、ちょうど終わったので、はいはい、じゃあお疲れ様。いや、ありがとうございました